離岸流とは、海浜流系の一種で、海岸の波打ち材から沖合に向かってできる流れのこと。幅10メートルから30メートル前後、長さ数十メートルから数百メートル前後で生じる局所的に強い沖方向の波。主に、海岸に打ち寄せた波が沖に戻ろうとするときに発生する強い流れ。黄岸流の対義語。海岸付近の循環と離岸流の一つの例。 どこでもこのパターンとは限らない。あくまで一例。一般に、海岸から離れた海域では、比較的一様な流れである沿岸流が存在する。だが、海岸に近い海域では、海水は循環しており、沖合から海岸に向かう、黄岸流、海岸に沿って流れる、波岸流、海岸から離れ沖合に向かう、離岸流が、一つの循環系を形成している。 これらの海浜流の発生は、その海岸の地形だけでなく、風向、風速などの気象、並びに、潮流、潮積などの解消が大きく影響を与え、様々に変化して発生する。離岸流があるところでは、波、ミネセンが途切れた海面に、通常の打ち寄せる波とは異なる、ざわついた水面が見られる。注意深く観察する訓練を重ねれば、肉眼でも、 その存在が認められる。海水浴場では離岸流によって死者が多数出ている。結果的に離岸流が発生している場所は大きな波が立ちにくいため、サーフィンやボディボード、ウィンドサーフィンなど海浜流を利用するマリンスポーツの漕ぎ出しを行う場所として選ばれることが多い。これらのスポーツでは離岸流をカレントと呼ぶ。海岸から最破隊を通り抜けて、 沖合に向かう継続時間の短い強い表面の流れであり、海浜流系の中において海岸に沿って流れる波岩流が収束してできる競技の離岸流である。離岸流の一種で珊瑚礁海域という特徴的な海域で発生する流れである。日本における珊瑚礁海域は一般に環状に陸地を囲む外側の珊瑚礁、陸地と 外省の間にある水深がある海域からなっているが、外省の切れ目であるリーフギャップでは、海水の流出及び流入が、盛んに行われ、時に強い流れが発生することがあり、ここで沖合に向けて発生する強い流れをリーフカレントという。招地は、外省によって、外洋の波浪を遮るため静かな池のように見え、また、サンゴや熱帯魚等が、 数多く生息し美しい景観を備えているため、シュノーケリング等に適した場所である。しかしながら、それゆえに、シュノーケリングに夢中になっているものが知らずに、リーフカレントに巻き込まれ、外洋に流される海難事故が数多く発生している。一般の離岸流と同様、気象及び海象によって様々に変化して発生する。特に、潮石によって発生する。 潮汐性のリーフカレントと波浪の打ち込みによって発生する波浪性のリーフカレントに対別される。離岸流に注意するよう呼びかける看板とはさの海岸を中心に発生しやすいため海水浴客が知らず知らずに巻き込まれ沖合に流され事故となるケースがある。沖合ではわずかに高い波も漂流者の視界を奪い方向感覚がつかめなくなり 自分が流されている方向すらわからなくなる。複雑な流れにより急に波浪が高くなることもあり、海水に揉まれそのままで起死してしまう可能性が高い。各国の海水浴場では、毎年のように相当数の犠牲者が出ている。例えばフロリダでは離岸流による死者の数は、竜巻の被害者数とサメの被害者数を足した数よりも、大きい。日本で離岸流によると思われる被害が、 最も大きかった海浜事故として昭和30年7月28日に三重県津市の中川原海岸において市立京北中学校の女子生徒が水泳の訓練中に見舞われた事故がある。海が静音だったにもかかわらず突然大きな波が襲い生徒たちが次々と海底に引きずられ36名が死亡した。中川原海岸は遠浅であるが 付近のあの側から流れ込むことによってできたくぼみがある海底地形とその川の流れにより発生した離岸流が原因であるとの説明されている。地元ではその流れにより発生する体波と呼ばれる波が知られている。カリフォルニア州サンディエゴにあるミッションビーチに設置されているディップカレントへの警告と対処法が記された看板。 離岸流に対し逆らうのではなく横方向に泳ぐ、ことで逃げられる、もし逃げられない場合は浮くか、立ち泳ぎをしてやり過ごすことが記載されている。ハット ABCD 離岸流について、串木の海上保安部 ABCD 離岸流、第9管区海上保安本部海洋情報部、NHK ワールドニュース2014年5月27日8時、放送。ABC ニュースの枠内にて、 ハットエビリ離岸流を知っていますか水辺で安全に楽しもうで水事故防止日本ライフセービング協会。ありがとうございます。